いつもご視聴ありがとうございます。ラジロです。美濃市議選の牧カルさんの動画をいろいろ作っていたんですけれども、やっと、選挙戦終わりまして、皆さん大変お疲れ様でしたと。本当は、もっと上位で当選したかったんですけど、でももうね、1議席入れてもらえたので、それで、ちょっと本当に市長さんも変わりましたので、ちょっと箕面市を本当に自然を守って、より良い町にしていってほしいし、一緒に私もやし、一緒に走ってきてくださったボランティアさんも、皆さんでちょっと一緒に頑張っていきたいなと思います。よし。ありがとうございます。箕面市すごいね、もうこれ。頑張った後もう、ね、そうそう、ありがとうございます。今回の動画は、奥田文雄さんですね、牧カルさんの選挙戦の中だったので触れないでおこうと思ってたんですけども、もう選挙戦終わったので触れてもいいかなっていう感じで、もう奥田文雄さんの市民連合との共同の街頭演説みたいな、そんな感じやったんでしょうかね。その動画が流れてきまして、それがもう痺れる演説でした。皆さんがこの国の最高権力者なんだから、泥棒議員だらけの自民党4人に1人が脱税、裏金、泥棒してるんです。その泥棒が逮捕されることなく、解体されることもなく、今総裁選が行われようとしてるんですよ。ふざけてるでしょ？舐められてるよ。みんなが怒んないからしょうがないって言って諦めて、政治から手を離すからどんどん舐められて泥棒議員を増やすんです。私は子供を守りたい。こんなに泥棒が泥棒でいるための政治を続けるために、こんな政治を残して私は死ねないんです。だから私が国会議員になるためにこうやってマイクを持ってるんじゃない、子供を守るために私は覚悟決めて声を上げています。就職活動のために声を上げているんじゃないんです。おかしなことはおかしいだろって声を上げているんです。皆さん、私はあなたと同じ市民です。私、奥田文雄はあなたなんですよ。あなたが奥田文雄なんですよ。私、奥田文雄を利用してください。市民のための政治に変えましょうよ。私は子供を守るためにはびこる理不尽校則を全国一律で廃止にするために、学校教育法をてこ入れしなきゃいけない。そして教育基本法を改正しなきゃいけない。そして何よりも令和新選組の一丁目一番地、市民のための政策、消費税は廃止、そして社会保険料は減免。海外にばっかりお金をばらまくのではなく、金持ちばっかりに企業献金もらった見返りに保証金を出すのではなく、国民に現金給付をする。それはすべて積極財政で可能なんです。それを政策として当たり前に公約として訴えているのは、令和新選組しかないんですよ。新連合福岡3区という集会で今マイクを持たせてもらってる。なんで出てるかというと、令和新選組は野党共闘は一切言っていないんです。このまま今の状況で野党共闘なんかしたって、私たち市民の暮らしは破壊されるだけです。県議の方がいらっしゃってますが、立憲民主党は本当に子供守るために声を上げていらっしゃいますか？なぜ武器輸出を賛成するんですか？なぜ消費税減税を間違っていたなんていう人がまた代表選に出るんですか？なぜ金利を上げるんですか？30年。経済が疲弊しまくってるのに、立憲民主党野党第一党というのは、私たち市民の野党共闘のために、いえ、すいません、これ言論の自由がありますので、私がですね、今、野党共闘のためにやっているので、他党を批判するのはやめていただきたいと言われたんですが、私はそれはおかしい、声を大にして言います。だとするならば、私、奥田文雄、令和新選組を呼ばないでください。私は、なんでこんなことをしなきゃいけないの？私は野党第一党、立憲民主党のお尻を叩いてるんです。頑張ってほしいからです。なんで減税を拒否するんですか？なぜ戦後発売で売るという、このたった一部の大企業だけが得をする武器輸出に、立憲民主党は自公政権と一緒に賛成したんですか？そんな野党第一党を皆さん、しっかり監視する必要があるんですよ。それ
それでもまだありがとう、あなたのために声を上げるからね。今若い未来世代の主権者の方が手を振ってくれました。武器で儲かる企業だけが得をするようなこんな政治を許していいんですか皆さん。でもそれでも自公政権よりはまだマシだというその観点で私はお尻を叩くんです。立憲民主党が政権を取ったとしても私奥田文雄は個人的にも令和新選組としても監視をし続けます。しっかり立憲民主党のお尻を叩き続けます。そして一緒に声を上げよう。おかしいことおかしいって声を上げよう。立憲民主党の中にいながらもいろんな立場があって声を上げづらいなんて言ってる場合じゃない。そんなことを言ってたら子供たちの未来はない。私は全ての政策が子供たちの命を守るためにあるのか、それだけに焦点を当てて声を上げているんです。もう無駄なところが一切ない。大石明子さんも無駄なところ一切ないなって思っていつも街頭演説見ながら感心してるんです。だけれども前の奥田文雄さんからちょっと変わってきたなというそういう印象なんですよ。前の奥田文雄さんっていうのはぶっ飛びキャラっていうね、そういう印象やったんですね。だけど今の奥田文雄さんはすごくこう磨かれたというか、磨かれて一言一句が全てつながっていて私たちの代弁をやってくれてるという演説に変わってるんですね。ものすごいこう心に響く演説だなと思いました。もう本当にもうツイートでも書いてる通り、このレベルの演説を令和新選組の候補者全員ができるようになったらこの国は変わるんじゃないかなと思うレベルです。言うたら山本太郎さんに次ぐような、ちょっとジャンルが違うんですけどね、継ぐとかそんなんじゃないんです。大石明子さんに近いかなっていう気もするんですけれども、まあ、言うたら頭の中で常にそのことを考えているからこそこういう言葉が出てくるんだろうなっていう、私たちも同じようなことを多分思ってると思うんです。それが全部言語化できるっていうのが奥田文雄さんなんだなっていう、それに対してまあ立憲民主党の側の人からすると文句も出てくるだろうなという印象はあるんですけれども、まあ文句言われたところで当たり前なんですよ。立憲民主党が正しいことしてないから私たちは不満があるんですよね。まあ令和から見ると不満だらけです、立憲民主党っていうのはね。まあそれでお尻叩きたいなって僕たちが思っていることを奥田文雄さんがお尻を叩いてくれてるというのが今のこの演説だったんですよ。もうね、もう拍手ですよ。なかなかねこういう大きな声でね、誰にもこう空気を読まないで忖度もせず、そういうのってなかなか言えないですよ。特に男性議員なんかはもうやっぱりこう目の前に立憲民主党の議員さんがいてると言えないでしょうし、どっか腰が引けるんですよ。山本太郎さんは大丈夫でしょうけれども、他の男性議員とかだったら腰引けるだろうなって僕は勝手にそう思ってます。でも覚悟を決めてそれぐらいお尻を叩いていってほしいなと思います。悪口を言えと言ってるわけじゃなくて、お尻を叩いていってほしいなと思います。奥田文雄さんは本当100点です。奥田文雄さんだけじゃなく長谷川由紀子さんで、八幡愛さん、安持成美さんの令和新選組に所属している女性のまあ候補予定者っていうのは本当にこれからもう目が離せないなって僕は思ってます。もちろん男性の候補者にも もちろんそういうふうに思ってますけれども、もう参考にしてほしいなということです。まあ今回は以上です。もう本当奥田文雄さんありがとうと言いたいです。以上です。ありがとうございます。